クラフト万ざーん。もう一つですね、稽古場から作業していたスタップウォッチね、作業途中なのでね、ここでね仕上げていきたいと思います。今状況としては黒のテープをこのね表面のところに全部に貼っていってます。でベースの、ね、表面全部覆えたら色塗りをしていきたい、そんな感じのところです。見てください、これねストップウォッチ本物が埋まってるんですよ。だからね、本番のタイムはねちゃんと本当の秒数で測ってやってるってことですね。作業頑張っていきたいと思います。さあ、ね、いよいよ全面テープが貼れたということでデザインをね、これに切れていきたいと思います。ちょっとテープがね、急ぎすぎて雑なんですけど時間がないのでペイントでごまかしていきたいと思います。どんなデザインにしましょうかね。使うのはシルバーです。失敗したらね、また黒を足せばいいので。よし、できた。ここまで。イエローを入れたいな、やっぱり。黒と黄色のストップウォッチに変更します。色塗り完成でーす。というわけでね、やっと色塗り終わったわけですけれども、ここね、最後仕上げ作業をしてストップウォッチ完成してない。裏やってねえな。裏ダメなんでしょ。いや全然いいんだけど、裏があります。くそ。
寝てます。この人の小道具を一生懸命作ってるのに横で寝てます。この人が使う小道具を一緒、ともくん、この人が使う小道具を作ってる横でこの人寝てるんです。いやチャンスチャンス、今ちょっと瞑想してました、寝てました。すいません、どうなのそういうの。爆睡。いや爆睡ではないです、爆睡ではない。もうどうなのそういうの。ちょっと気づいてましたね、すいません。もう2分3分の出来事だったので。ほんと詰められてますね、これ詰められてますね。いや、これ一生懸命やってんだよ。これ、こういうことですよ。そういうことですよ、ね、気をつけてください、ほんまに。というわけで、いよいよね、はい、あ、でもすごい、めっちゃすごいですね、はい、あー、ストップウォッチになってきたね。ここに単音が入る。そういうこと、ギリが細かいね。だってさ、違うね、こっち表はできたのなんだけど、結局お客さんってさ、こっち側ばっか見るからさ、こっち真っ黒でつまんない。そういうことね。できました、完成。完成じゃねえや。はい、パネル持ってきたら完成ですから、これをつけたら完成でございます。じゃん、はい、パネルでございます。これただね、印刷して透明のファイルに入れただけなんですけど、ここにアシェット。すげえ、見て、ちょっと、やばい、ストップウォッチですね。めっちゃストップウォッチだね。来たね、これはすごいですね。これを貼っつけたいと思います。さあ、準備ができたので貼りたいと思います。はい、というわけで、皆さんが見ていただいたストップウォッチ、ざっとですがこんな感じで作られたというわけでございます。はい、いつもねこんな感じで作ってるんですけど、これ0円ですよ、0円もらってきた段ボール。まあね、ペンキ代と、テープ代はかかっちゃってますけど、基本的に材料費は0円でこんなストップウォッチができちゃったわけです。はい、以上、前田工房のクラフト万歳でした。また、やります。ありがとうございました。